機関車トーマス魔法の線路は2000年に日本で公開された映画で、この後に続くトーマス長編シリーズの最初の作品です。あらすじは、別の世界であるシャイニングタイムステーションから来たミスターコンダクターを救うという物語です。宿敵ディーゼル10もやってきて大暴れをします。人形劇で機関車トーマスを映像化し人気ブランドに成長させたプロデューサーのブリット・オールクロフトさんがハリウッド進出を目指して作りました。この映画をきっかけに機関車トーマスのさらなるブランド認知と拡大をアメリカでする作戦でした。映画の評価はいまいちで、興行的に失敗に終わります。ストーリーの設定にちょっと無理があったようです。やはり映画の舞台であるシャイニングタイムステーションがアメリカだけの子供番組と関連していること、生身の人間が登場してトーマスの世界に入っていること、以上のことからあまり評価されませんでした。特にトーマスが生まれたイギリスでの評価は良くなかったのです。魔法の世界と現実世界という設定がトーマスの世界観に合ってなかったんでしょうね。この影響もあり、テレビ映像化の立役者で長年トーマスに関わってきたブリット・オール・クロフトさんが責任を感じ身を引いてしまいました。さらにトーマスを制作していた会社は売却され、ヒットエンターテインメント社の傘下になりました。興行的に失敗だったり、スタッフが辞めたりと何かと物議を醸した作品でしたが、意外にも日本ではそこそこ人気の出たトーマス映画でした。機会があったらぜひ見てくださいね。